当分偉い意味だ。ということでですね、今日は、じゃじゃん、トゥークールフォースクールのね、こちらの、レイジーレッドムードシリーズですね。まあ、このタグシリーズって言ったら、この前私がやったメイクアップで皆さん分かってくださるかと思うんですけど、トゥークールフォースクールのね、こちらのコレクションシリーズを全種類使いながら、こちらのニュアンスレッドメイクをしてみました。最近ね、結構メイクの動画とかでも、韓国ではナチュラルベージュとかがすごい流行ってたりとかするので、優しい雰囲気のメイクがすごい流行ってるっちゃ流行ってるんですけど、やっぱりね、トゥークールフォースクールこういう性癖ドンズバついてくる感じのも可愛いね。ちょっとこう個性的でこう自分のアイデンティティを持ってるような強い女の子が使えるようなアイテムがすごいあって、私は何より今日このアイメイクが超可愛すぎて今日使ったねものマジって私お気に入りになったので、ぜひぜひ皆さんにもね最後までチェックしてもらいたいんですけど、じゃん、こちらのねムーンショットのベースシリーズも今日で最後ですね。3種類ずつとも使い終わってるので、今日はちょっとねツヤ肌風、このねメイクが生きるように綺麗なツヤ肌に仕上げてるので、ぜひぜひこちらのシリーズも今日で最終となりますのでチェックしてみてください。ロン勝ち続けばっかよ。ゴーゴー。本当にいつぶりってぐらいなんですけど、こことかに爆弾ニキビできて、もうコンディション最悪で、今日入れてから今回ですね、ただこちらのハパクリスティンのワナビンクリスティンのねヘーゼルを使っていきたいと思います。前にこのレンズのグレーを紹介したんですけど、今回ヘーゼルで周りがねグレーとかブルーっぽい、ちょっとブルーブラックみたいな色の縁がついてて、中がヘーゼルというねちょっと変わったデザインになっております。見て、個性的でめちゃくちゃ可愛い。周りがしっかり結構クリーンと縁ついてるので、遠くから見てもね目の存在感がめっちゃある感じ、可愛い。はい、こんな感じで割としっかりした印象になるので、今日ちょっとね個性的にしていきたいのでよく合うと思います。で、じゃじゃん、今日ツヤ肌にしていきたいので、こちらのねティンティドモイスチャーのタイプの下地を使っていきたいと思います。3つあるうちのこれがねピンクの薄ピンク、白みがかったピンクの意外としっかりしたタイプの下地となっております。結構テクスチャーはこんな感じでサラッとしてるんですけど、塗っていきます。これねかなり白みがかってるので、お肌が華やかにトーンアップしてくれるイメージですね。で、しっかりしてるとは言ったんですけど、塗っていく時には割と薄付きにスレスレ塗れるので、でも本当にこのシリーズ崩れ防止機能がついててなおかつ潤うので、私みたいにねツヤ肌だけど崩したくないみたいな人にはめちゃくちゃいいのかもしんない。めっちゃ綺麗に見えない、ナチュラルなふわっと華やかになるようなトーンアップ感ですね。こんな感じでかなりツヤっと潤った感じにしてくれる乾燥肌には嬉しい下地ですね。でですよ、今こんな感じで結構こう赤みが出てるようなポツポツが本当に珍しくたくさんできちゃってて、めっちゃもうこうバッと入ってるんですけど、じゃじゃーん、ムーンショットのね一番新しく出たクッションファンデを使っていきたいと思います。マイクログラッシーフィットクッションの101番ですね。こちらも101番なので結構白めの仕上がりとなります。で、これがね一番本当に最初最近出たタイプのシリーズで強タイプなんですけど、かなりのカバー力があります。すごいよね。で、私がこれいいなと思ったのは、これもねかなり薄付きにツヤツヤさせてくれる感じ、わかるかな、こんな感じですね。で、かなりカバー力があるので、ここら辺の赤ニキビとかも割とね隠せちゃうんですよね。もちろんポコってなってる立体的な部分はこれだけでは難しいんですけど、この先っぽ尖ってるパフなので、こうちょんちょんってつけて隠したい部分は少し重ねておきます。こんな感じでね。はい、こんな感じですね。かなり赤みとかのボラも消せちゃうぐらいなんですけど、ツヤってグロッシーフィットって言ってるんですけど、ベタベタ系ではないけどしっかりツヤを出してくれる感じ。私ね、ムーンショットのクッション今回初めて使ってみたんですけど、かなり吸着力密着力みたいなのがいい気がする。ただ私が一つだけ言うとすれば、こういうところの毛穴とかまでをペタッとするような機能はあまりないかなと思います。近くで見るとね、お肌感がある感じ、いいように言えばナチュラルにしっかりこうペカッとしてくれる感じ。はい、こんな感じでかなりツヤ肌好きにはたまらないツヤ肌ですね。やっぱ3つあるクッションの中でもこれが一番ツヤ肌さん向けって感じになっております。で、久々もうようにおにぎて眉毛描いていきます。なんで今パンダーの、特にね言うことはないというか、これもう使いすぎてレビューもクソもあらへんやないかいっていう感じなんですけど、眉毛描いていきます。ちょっとこうふわっと見えるように太めに描こうかな、こんな感じ で今日使っていくメインのコレクションがですね、じゃじゃーん、こちらめちゃくちゃ可愛くない？私これもう一目惚れして絶対買うって決めてたんだけど、トゥークールフォースクールのねレジレッドムードアイズですね、のアイシャドウパレットでございます。こちらね2度目のトゥークールフォースクールのコラボコレクションで、テレレレレーン、
つって、なんか、あ、おいしい。中からね、この子がもう一匹出てくるんですよってわけじゃなくて、こんな感じで、これが本体になっててね。いくよ。ててててててて。はい、もう完璧。コンセプトが可愛すぎる。あのね、ちょっとプレイリストみたいな喋られ。プレイリストみたいになってて、これ上のね、このフィルム自体にも、わかるかな、この再生マークとかがついてて、もう今時なんよね。撮ったらこうやって現れるんですけど、こういう感じの独特なムードのあるコレクションとなってて、すっごい気になってたんですよね。可愛くない？で、ちょっとブラウンレッドがかったパレットなので、ニュアンス系メイクに仕上げていったと思います、今日も。まずですね、こちらの色とこちらの色を混ぜてベースとして使っていきたいと思います。最近ね、本当にトゥースクール、フォースクールにまたハマってて、そして新作がどん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 出てきてるから、めちゃくちゃ今大変。見た？新作。なんかアイシャドウパレット出るでしょ、また。楽しみとぎろ。バイロディンシリーズのやつにアイシャドウパレットが出るっぽくて、めっちゃ楽しみ。てか、色可愛くない？え、ちょっとめっちゃいいんだけど、この色可愛いよね。ふわっとしてて。で、こちらの一番濃いちょっとね、レッドブラウンを丸筆に取って、私なんでかわかんないけど、丸筆大好きなんですけど、目尻をね、くの字にかけ作ってあげます。ちょっと待って。もうあのね、予想はしてたんだけど、このパレットね、超可愛いわ。なんかこういうレッドブラウンみたいな、個性的なお目目が好きな方、絶対買った方がいい。めちゃくちゃ可愛い。ほら、独特な雰囲気作れるね。で、目頭側も少し色を置いてあげます。え、可愛くない？ちょっと待って、テンション上がってきた。これは可愛いわ。思ってた300倍ぐらい可愛い。可愛い。だってこの一色だけでだいぶ締まりましたよね。え、可愛くない？ってかナチュラルに目がでかく見えてんですけど、ちょっと全色使える疑惑。この赤をちょっと横筆に取ってですね。横筆ってなんなん？平筆やんな。さらに低いところでぐわっと広げてあげます。え、ちょっと大問題発生じゃない？可愛すぎん？ちょっと待って。変な笑いが生まれそう。え？え？可愛すぎるこのパレット。ちょっと待って。最近で一番興奮してる可愛い色が。ちょっと、可愛すぎたんじゃね？で、最後こちらのブラウンでライン引いてきます。あ、いいね。ちょっと待って、みんな大問題可愛すぎん？目尻すっとちょっと上げておきます。え、カワー。で、ちょっといつもと変えていくんですけど、このラインカラーを取ってですね、黒目の下からグッと引きます。ちょっと雰囲気がある感じにしたいので、こういう風にね、下も囲み目みたいにしておきます。すごい、いつもと違うよね。濃い感じになるのかな？いい感じにちょっとニュアンス出てきたんじゃねってところでですね、皆さんお待ちかねでございます。こちらのキラキラを使っていきたいと思います。手でいくわ。手でいきます。こういう感じで、目の本当にこの高い部分にね、ペタペタと乗せていきます。ペタ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 、かわいいな。ほら、え、ほら、可愛すぎてもう絶叫。もうかわいい。なんか柔らかいしっとりしたオーラ目っていうよりは、結構ピタッとくっつく感じのラメですね。本当にユニバース系の大粒ラメです。可愛すぎる。やばくない？この感じマジですごい個性的で、かぶりがない感じの目元になるね。いいよ、これはいい。いい。全色使っちった。可愛すぎて結局全色使っちったけど、めちゃくちゃ可愛いんだけど。で、今回この紹介してコレクションで、私すごいびっくりしたのが、じゃじゃーん、マスカラがね、コレクションとして出てたんですよ。珍しくないですか？なんかマスカラって結構どんなブランドもこうバンって打ち出すイメージなので、コレクションでしれっと出てたんですけど、これね、クリアフィックスマスカラっていう名前で、韓国のインフルエンサーさんがバチボメしてたの気になって個人的に買ったんですけど、トゥグントゥグン期待。あー、いいね。もうこれもいいよ、この、はいはい。あ、なるほど。あ、すごい。わかったわかった。なんかね、クリアリングって言ってるのがわかるわ。なんか、ちょっとこう、うるちやっとした透明感がある系。え？いいんだが、これなんで定番化してだ、これがコレクションで出てるってもったいなすぎん？ぜひ、定番化熱希望って感じ。わかるかな？なんかマスカラをつけてるというよりかは、なんか松葉が自然にかかっていくような感じ。なんかね、上からこう違うものを塗ってるっていうよりかは、なんでかわかんないけど、なんかまつ毛が伸びてってる魔法がかかってるみたいな感じ。なんか全然塗ってる感なくない？これはいいわ。なんかね、極限まで自末に近づけたマスカラみたいな感じ。めっちゃいい、これ。え、見て見て、みんな。めっちゃ可愛くない？まつげ。え、すごい。待って、最近で一番ナチュラル。なんかね、でもだからといって、めちゃくちゃ伸びてないとかじゃなくて、めっちゃ伸びてるんですよね。すごくない？だって。良い。なんか本当に、韓国のインフルエンサーさん、インスタグラマー美容のね、孤独の方が、これね、提供でいただいたんですけど、マジでおすすめってめっちゃご了承してたの。だから、それが、そんないいんだと思って見てたんだけど、これはね、使ったら分かる。マジでいい。これ定番化
してほしいな。ちょっと皆さんにご了承したすぎて定番化してほしい。どうしても限定だと、もう売ってないですとか品切れになっちゃってとかすぐなるから、みんなちょっと早めにチェックして、これは。ちょっとマジで早めにチェックして。ちょっと待って、笑い止まらん。だって見てみんな。これあれよ、自末よ。マツパも何もかけてないんだよ。かわいい。で、トゥークールフォースクールのね、アートクラスバイロディのウォームトーンの方使うんですけど、これ中今バッキバキなので、ちょっと中見せられなくて申し訳ない。そして、次のものを買うまでちょっと間に合わなかった。オーマイガー、もうこんな感じ。わかる？もうわかってみんな。こんな感じだね。どうしようどうしようどうしよう。今、もうワンピースのこのパジャマの上に全部バーになった。ちょっと待って、死んだ。あ。もうもはや潰して混ぜちゃった方がいい気がする。よいしょ、よいしょ。ともうね、見せれないからすまん。まあ、粉混ざってるけど、からね、シェーディング取っていきます。今日お花しっかりめに描きますね。ドンで、陣地とかもちょっと可愛い個性的な感じにしたいので描いて。なんか昔からね、私愛用してるものに限って割るんですよね。なんかそういうのない？そういうジングスない？なんか高校の時にめちゃくちゃお金貯めて頑張って買ったジルスチュアートのデパコスとかすぐ割ってたんですよね。なんかそういうジングスある？本当に化粧品なんで？ともう無理やりやっていきます。もうダメだ。これ本当にダメになっちゃった。で、結構ブワッと陰影濃いめに作っていきたいので、今日しっかり入れておきます。顔周りしっかり削いといた。で、じゃじゃーん、こちらね、今回のコレクションのレイジーレッドフェイスビームグローブラッシャーということで、ツヤが出るタイプのブラッシャーでございまして、こちらもね、バンバカバーンだけど、あ、ウェイシェイヘイ、こんな感じで。こちらもちょっとね、さっきのプレイリスト系になってて、こんな感じで開けるとバラーンと、ハイライト兼ブラッサーみたいな感じのね、ツヤが出るタイプのツイクでございます。なんか本当に不思議な色で、光がちょっとねブルベっぽく見えたり、でも色自体はちょっとオレンジっぽく見えたり、すごい不思議な色です。まあ、チークっていうのことなのでね、チークブラシにとって、で、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、これ絶対可愛いわ。頬の高い位置にね、すっと馴染ませます。あらやだ、やばくない？光、もうこれはね、ハイライト好きにはたまらないツヤ感だと思う。ブラッシャーなのにね、お肌が綺麗に見える。なんだこりゃ。しかもね、今日これを使いたかったからね、ツヤ肌意識してベースから作ったんですけど、可愛くない？ちょっととんでもなく可愛いんだけど、このチーク。本当にパーソナルカラー問わないね。なんかオレンジっぽいのかと思ったら、だからといってちょっと少しピンクも見えるし、ちょっとみんなにチュヤチュヤ時期には使ってほしい、たまらないブラッシャーとなっております。で、今日この子のね、ここのツヤを消したくないので、ハイライトは別に入れていかずにやっていきたいと思います。で、じゃじゃーん、こちら最後ね、リップ使っていくんですけど、こちら全部で5色あるので、全色紹介しますね。こんな感じの5色で、ベルベット系のね、ふわっとしたムース系のティントとなってて、まあ、1、2、3番は割りかし、ウォームトーン向けかなと思います。で、4、5は結構クールトーン向けで、3番は割とどっちでも使えると思うので、無難なのが欲しい方は3番の赤リップ使ってもらったらいいかなと思います。で、今日使っていくのが、じゃじゃーん、こちらのね、2番のレッドマテリアルを使っていきたいと思います。もうこれね、バニラみたいないい匂いがして、じゃーん、こんな感じのめちゃくちゃガチレッドって感じですね。ガチレッドって何なのか分からんけど、赤リップでございます。本当にこういうブラーが結構きちんとかかるポッテリとした系のテクスチャーですね。いきまーす。もうかわいい。もうね、ザ赤リップ塗りましたって感じに、パッて顔が印象づく感じ、もう天才。で、私がトゥークールで大好きなヌアージュリップよりもさらに薄いかなと思います。密着する感じ、かわいい。で、ポイントが何でもいいので、まあ、基本私は綿棒をおすすめしてるんですけど、ぼかしてください。もうこれぼかすと激カワなんだけど、はい、完成しました。ポテンとしたリップ可愛くない？でね、これすごいのが、ティッシュオフがね、すげえ強いんだよね。かなり着色力もある方だと思うので、ほら、すごくない？ティントとしてもかなり優秀ですね。ちょっとこのタグコレクション超可愛いんだが。はい、ということで完成しましたー。イエーイ。じゃじゃーん、いかがでしょうか。ちょっと珍しく赤のワンピースなど着ちゃって、今日のレッドメイク完成しました。ちょっとね、こういうコンセプト系のメイク結構久々かなと思います。ましてやね、こんな真っ赤っかな感じのメイクとかも結構ね、最近結構ベージュとかの優しい感じのメイクが多かったので、こういうグレー子にね、レッドを基調としたちょっとツンとした感じのメイクアップ久々だったんじゃないかなと思います。てか燃えてるよね割と。今日すごいアイテムは少なくて、アイラインも引いてないし、ハイライトも使ってないし、私のメイクにしてはすごいかなりパッパッパーと仕上がった感じになってると思うんですけど、結構ね、これだけで漏れた。というよりね、このアイシャドウパ
レットとマスカラのおかげで今日のメイクね80割ぐらい、80割って何、もうなんかもう完成したというか、もうこいつら本当にもう今日の動画の中でもうこれ使ってって思うぐらいめちゃくちゃ良かったので、まだ買えると思うのでね、ぜひぜひ、コレクションなのでもしかしたらなくなっちゃうかもしれないので、ぜひぜひこの動画を見たらね、皆さんもチェックしてほしい商品のうちの一つかなと思います。ちょっと本当にアイメイクが今日お気に入りすぎて、もうこのツヤツヤのブラッシャーも、このふわっとポテッとしたリップも、もう今日のこのねちょっとトゥークールっぽい、なんかこうイケイケヤオヤオみたいなヒップな感じの女の子にちょうど合ってるんじゃないかなと。今回ねこちらのねムーンショットの下地シリーズ、クッションシリーズ3種類すべてレビューし終わったので、ちょっとね動画3つあるので、皆さんねぜひぜひ自分に合う下地とこのクッション見つけていただけたらなと思います。私今回初めてムーンショットのメイク用品ねちょっと使ってみたんですけど、全部良くて、まあ、強いて言うならこの前のものと今日のものはちょっとね私よりのツヤ肌さんがすごい好きなねテクスチャーとか仕上がりかなと思うので、ちょっと3つの動画見て比べてね皆さんに合うものが見つかるんじゃないかなと思うので、ムーンショットの商品もぜひぜひチェックしてみてください。はい、ってことで今日の動画も楽しかった方、役に立った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。クロンタメヨン先生もんなよ、アンニョー。